こうなってるか分かります？自己肯定感低いんですよ。自己肯定感低いともう周りも大迷惑なんですよ。安い女なんですよ。自分は大事にしてないってことなんですよ。はい、では本日は何か相談があるということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この企画は悩めるクライアントに悦子が誠心誠意向き合い、悩みを解決に導くためのリアルドキュメントである。ではまず簡単な自己紹介お願いします。はい、はい、スミと申します。今回のクライアントはスミさん。夫と育ち盛りの息子の3人家族。家には物が多く、片付けが追いつかずに散乱していることも多い。1年前にスライド作成業務で独立をするも、安さを売りにして仕事を請け負うことが続いており、なかなか単価を上げられずに疲弊している。仕事の単価を上げるためにはどうすべきかを悦子に相談したいという。仕事は資料作成、全般を主にやっておりまして、パワーポイントですとか、セミナースライドを主に作成してます。まあ、あと営業資料とか説明会資料ですとか、うん、そういったものも手掛けております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちなみにこのお仕事はどれぐらいされてるんですか？1年ちょっとですね。はい。あ、1年ちょっとね。はい。OK です。で、悩みとしては何でしょうか？一番の悩みは単価が上げられないことです。このお仕事の単価が上げれない。はい。はい、ああ、今いくらでやられてるんですか？今、無料から。無料から？いや、一年ちょっとっていうこともあって、はあ、例えば IR 資料とか言われても、うん、何から作ればいいのかわからないとかっていう時は、何枚かお試しで作って、うん、これでよろしいですかって言って、うん、あ、いいですってなったら、ちょっとずつこう、1枚100円とか。100円っていう値段にしたりとか言って、最高でも、うん、まあでもすごい枚数ですけど5万円とかっていう感じです。やってます。じゃあ無料から1単価5万円、はい、まあそうですね、はい、うん、その時はでもすごい枚数だったんで5万円だったら、スライド資料って枚数がいろいろ案件によって異なるじゃないですか、はい、なので枚数ですとか、あと1枚のこう資料に込める情報量、文字数ですとか、うん、セミナーだったらしかしとか3文字だけでもいいわけですよ、はい、でも営業資料とかだったらもういろんなグラフとかバーって載せたりするので、うん、まあ、その資料に込める情報量で値段っていうのが上下するんですけれども、はい、それを見てから判断するっていう感じですね、値段は。相手の方に見てもらって、これでいくらぐらいだったら出せますかみたいな感じなのかな。あー、そうですね、お互いにいくらだったら出せますかとか、いくらですかって言われて、うん、あ、この情報量だったらこれぐらいですねって言うんですけど、うん、そう、高い値段で言えたことがないです、ね、ないです。なるほどね。これを要は値上げしたいってことですか、はい、そうですね、もう時間に見合った作業になってないっていうのが今のところ正直あります。わかりました。ではこれについて今日ね話していくんですけども、はい、なんで値上げできないと思います？まず安さで皆さん声かけてくれるっていうのがあって、うん、1枚いくらでやってくれるんですかって聞いてくれるんですよ、うん、でも1枚500円ですとか言って言うと、うん、すごい喜ってくれるとか良心的とか言ってくれて、うん、でしょとか言ってでだったらお願いしようかなとか言ってくれるんで、あ、なんか後から気づいたんですけど、はい、技術じゃなくて、はい、安さで選ばれちゃってるんだっていうことに気づいて、うん、なんか、これ以上上げるわけにはいかないのかなって自分の中でブレーキかかっちゃって、はい、ました。これね、なんでか分かります？なんでか、なんでこうなってるか分かります？でも自信がないからですかね、自分の、はい、自己肯定感低いんですよ。あはいそれは感じてましたですよね、はい、最初無料っていいじゃないですか、うん、例えばやり始めた時は本当に技量が分かんないんで、はい、ちょっと見てほしい、これいいじゃないですか、はい、だけど1年経って最高金額が5万円はちょっとびっくり。あ、そうですか。1年で5万はちょっとびっくりですかね。うん、びっくりですよ。周りの方の情報とかも多分入ってないのかもしれないけど、うん、
そうですね、似たようなことやってる人もいるんですけれども、うん、自分と全く同じ人いないんで比較のしようがなかったですね。ああ、なるほど、はい、逆に言うと比較のしようがないんだっていくらでも変えれるんですよ。確かに、はい、なんだけど問題は値上げができないんじゃなくて自己肯定感が低いんですよ。あ、そっち、そっち、はい、だって今まで安いからみんな来てくれてるんだって自覚されてるんですよね、うんうん、そうです。ということは安い女なんですよ。確かに。ですよね。それです、それです。あなた安い女なんで買います、はい、って言われてるんですよ。エツコの言葉が心に刺さる。いやー、なんかもう否定できないっていうか、うん、安さを売りにしてたから、うん、そりゃ安さ爆発させたら来るよね。安さ爆発ってね、もう安いで多分周りの方もインプットされちゃってるんじゃないかなって今思いました、うんうん、だからまずは一番大事なのってこの自己肯定感をちょっとでもいいから上げるっていう方が大事なんですよ、うん、はい、だからいくらいいスキルを磨こうが、いくらいいなんかこうやって売り出したらいいよとかそんなの聞いても全く意味ないです、はい、いらっしゃいますよね、師匠というか教えてくださる方。スライド作りに関してですか？ああ、じゃなくて、こうやってビジネス展開したらいいよって、はい、いらっしゃいますよね。います。その方からいろいろ聞きましたよね。聞きました、聞きました。やったんですか？一応、やれって言われたことは、やったんですけど、うん、はい、やっぱその値上げの部分で、うまくいってないっていうか、それ以上先に進まないっていう感じ、やりたくてもやれないっていう感じですね。あ、いくらでやったらとかって提案されました？いや、ないですね。一度だけ言われた、仲間に言われたことはあるんですけれども、うんうん、まあ、30万円ぐらいでやればとは言われたことはあります。うんうん。だけどできないんだよね。そうですね。だがしかし、マインドがっていうところで、うん、はい。まだまだ先かなって感じてました。ああ、スミさん、お家なんですけど、はい、物多いですか？物、めちゃくちゃ多いです。めちゃくちゃ多いですか？めちゃくちゃ多い。それね、まずね、捨ててほしいんですよ。はい。本気で。本気で。うん。物多いと、頭ごちゃごちゃしてきません？あー、その部屋にいるだけで、うん、いろんな情報が入っちゃって、そう。落ち着かないってことはあります。ですよね。はい。だから、やるべきこととかに、まず集中ができないんですよ。できない。できないはずなんですよ。できない。片付けたくなる。でしょ、うん、そうそう。なんかこう違うところに逃げたくなっちゃうというか、はい、こう気になっちゃうんですよ、物があると。はい、うん、だから、まず頭をすっきりさせるために、物を手放すんですね、はい。で、これ不思議なんですけど、うちのクライアントさんとか皆さんそうなんですけど、物を手放していくと自己肯定感上がるんですよ。なんかそこはなんかまだちょっと紐づかない感じがするんですか、うん、やってみてください。はい、本当に何でか分かんないけど自己肯定感があるんですよ。つまり物捨ててる時ってこう決断力磨いてるの分かります？ああ、確かに、はい、ね、うん、あ、これいる、いらないみたいな、うん、こんな感じなんですよ、はい、でそれってもう物が多いと一個ずつ選んでられないでしょ、はい、もう疲れちゃうんですよ、うん、はい、だけど物をとにかくまず捨てるんやと、もう自分は生まれ変わる。だって安い女のまま嫌ですよね。いや、考えたら服も安いの選んでたなとか、なんかいらっしゃる。それもなんか安そうやもんな。もう、おっしゃる通り。そうやろ、はい、2980円。なんでわかるんですか？わかるの。安い女やから。さっき言った30万と0が2つ違う。ちょっと。うん。はい。そうやろ。あげたいです。うん。自分は安い女ですと思ってるから安い服買うんですよ。ああ。はい。うん、自分が高い女やと思ってたら安い服あえて選ばないんですね。確かに、はい、なんかわかりますよ。わかります、わかります。うん、私ってどうせこんなもんやしみたいな感じで全てをやってしまう、行動してしまうんですよね。はい、自己肯定感低いともう周りも大迷惑なんですよ。スミさんの心が動く。もう絶対それもう撒き散らしてるから。ああ、そういうこと。うん、はい、私なんか不幸なんでみたいな。あ、はい、でも大迷惑なんですよ。はい、うん、だからもう人がどうのこうのとか、まずこのスライドがどうのこうのの前に物を捨ててほしいんですよ。で、どれぐらい捨てるか、まず半分いきます。え、半分ですか？半分結構多いですね。多いよ。え、でも、え、ずっと安い女でいいんですか？2キュッパから脱出したいです。だよね。
で、色も多分、茶色とか、ベージュとか、白とか、まあ黒、白あるか分からんけど、黒とか、そんな多くない？暗めが多いです。なんか忍者って言われたことある。忍者全身真っ黒で、うん、なんか忍者みたいって言われたことが、うん、ありました。それ、買う色も全部変えてほしい。もう明るい色。明るい色。うん、華やかな色。華やかな色。うん。そしたら本当に人って外から変えて中が変わるんです。この買うものとか身につけるものとかそういうのを先変えるんですよ。でそのね家の中にあるねいっぱいあるでしょ。もうなんか安いやつあります、はい。うん。安い自分を捨てると思って捨ててください。はい。だから食器はね、まあ、景品の食器とか使ってません。ああパッと思い浮かんだ裏にレストランの名前書いてあるやつがあるでしょ。あったあった。だから景品の女なんですよ。あ、そう。景品の女。そう。はい。そうやろ。はい。そうです。景品いっぱいあります。いっぱいあるやろ。なんでそれ使ってるんですか？多分、今のお話聞くと、うん、使いやすいからっていう言い訳がすごい出てきたんですけど、うん、でも好きなんでしょうね、そういうのが。景品がな。はい。好きなんですよね。はい。そうだと思います。つまりおまけなんですよ。確かに。いいお皿とかはもったいなくて使えないって思って飾ってるだけでした、うん、あ、飾ってるんや。飾ってるだけ、はい、うん、使わないよね。使わないです。こういうことに全部自分の自己肯定感とか全部出るんですよ。あ、はい、うん、だからそのいいお皿って自分がすごい素敵と思うんやけれどもなんかもったいなくて使えないとか。そうです、そうです。そういうことですよね。そういうのいっぱいありますでしょ、はい、で、だからお客様来た時にこれ出そうとか。おっしゃる通りです。ですよね。はい、ですです。ということは、自分は大事にしてないってことなんですよ。あ、その時そのお客様を大事にしてるだけで。そう。で、お客様って大事やって思ってるわけですよね。はい。はい。え、じゃあ自分は？ああ、景品使ってる。景品の女でしょ？景品です。え、それでいいの？嫌です。嫌だよね。そのマインドを変えないと、このもういくらでうんぬんの話じゃないんです。はい。じゃあどうやって具体的に自己肯定感を上げるかってことですよね。それが今話してるものを捨てるんです。はい。まず半分。私が提唱してるのは8割。8割なんですね。でもまずは半分。まず半分。結構きついと思うんですけど、はい。だってどうなりたいですか？値段を上げて、値段だけじゃなくて、うん、いい女みたいになりたいですね。ああ、じゃあ、いい女ってどんなんですか？ちょっと言ってみてください。そうだ、まず、こういう服じゃなくて。そういう服じゃないですよね。そうですね、うん。こういう服とかこういうスニーカーじゃなくって、うん、前、悦子さんがおっしゃってたように、うん、1年で1回服を買えるんだみたいなことをおっしゃってたのを思い出したんですけども、うん、いつも素敵ねって言われるような、女性からも男性からも素敵ねって言われるような服を着て、うん、桁も一つちょっと違くて、でうん、まあ、アクセサリーもそうですね、素敵ないい女の人がやってるのってまあでもキラキラした、うん、しかもお似合いのっていう感じのがいいですね、うん、あ、いいじゃないですか、はい、それが私が言ってるね夢とかゴールセッティングとか理想の未来なんですよ。はい、想像つきます、ね、はいはい。あ、自分こんな感じでね、さっきおっしゃったみたいに どんなお洋服着てるんですか？それとなくブランドみたいな。あ、それとなくブランドなんか、うん、あんまりブラブラしてると、うん、なんかすごいな、丸目立ちするっていうか、私の年齢はですよ、うん、でも実はみたいな素材がいいのよとか。ああ、はいはいはい。どんな色のお洋服ですか？そうですね、夢見てたのは、うん、赤い服が似合うようになりたいなと思ってたんですよ。あ、いいじゃないですか。前からずっと、はい、赤い服ね、はい、赤いお洋服着て、どんな何アクセサリーつけてるんですか？アクセサリーは私、うん、憧れの女性像みたいな人いたんですけれども、はいはいはい、昔その方は、うん、赤い服着てシャネルがすごい好きな方で、うん、何でもかんでもシャネル持ってる、もうまだ20代女性だったんですけれども、うん、あ、こんな方みたいになりたいなと思ってましたね。じゃあそれご自身がなってるというか、まあ、なんかそれに近い、はい、うわ自分やなと思って、今のご自身みたいどう思います？あ、ちょっともう申し訳ないというか、比較する対象としてはちょっと雲泥の差というか、うん、すいませんっていう感じで。
ですよね。はい。でもそのご自身もいるってことなの分かります？はい、はい、分かります。できるんですよ。はい。だけど、今までの過去の記憶とか、環境だったりとか、そういうものがビチッと続いてるんですね。はい。うん。で、どうせ私ってこんなんやしって言ってずっと生きてるんですよ。あ、はい、分かります。なぜか分かります？分かります、分かります。うん。で、これが邪魔してるんです。はい、分かります。これ、どう思ってたずっと。いやですね、それは認識はしてましたけど、うん、言われたのは初めてです。あ、認識してた。認識はしてました。なんかどうせとか、うん、どうせ私なんてとかっていうのが、うん、なんかこびりついてて、うん、なんか悲劇のヒロインみたいになってるとかって自分の中ではわわわって思ってたんですけど、うん、それが漏れてるっていうのが、いや漏れてるどころじゃなくて大前科はい、もうだからそれが人様にも分かるっていうことは相当ちょっとまずいなっていうのがよく分かりました。そうなんですよ、はい、でそれはご自身のスミさんがね悪いわけじゃないんです。だからこれ環境とかいろんなものがもう複合してるんで仕方がないんですね、はい、だけどそれって手放したいじゃないですか。手放したいです。だけどね、これ手放そうとするとでもやっぱり私はって言って言い出すんですよ。ああ、言い訳が、はい、分かりますよね。いっぱい出てきます。ということはそれだけ過去を手放していくってきっついんですよ。はい、うん、なんか今までの自分を否定されてる気がするんですよ。ああ、すごく分かります。ね、な、はい、だから、え、じゃあ今までの私ってダメやったみたいな。そうです、そうです。こうなるんですよ。で、これはダメやと思いたくないから手放さないんですね。ああ、はい、わかります。おっしゃる通りだと思います。うん、だけど私たちって一つのものを持ちながら次も欲しいと思うんやけれども持てないんですよ。こっち手放すからこっち入れるんですね、うん、あのあれと一緒、運転ってあるよ。ああ、はい、運転ってこうこうって次々こうやって行くじゃないですか。はい、これと一緒。なんか次行きたかったらこっちの手離さないとこう行けないですよね。ああ、はい、うん、で次行きたかったらこっちの手離してこう行きますよね。はい、これがみんなこっちは離さずになんとかあの先のものを得たいって言って、だからこっち話し合ってて、いやそうは言ってもね、今まで私はこうやって努力してきてね、はい、こんなのことがあってねって言ってね、はい、うん、っていう感じでしょ。もうおっしゃる通り、もう後ろの運転が気になってしょうがない。気になるね、この運転が気になってしょうがない。もう私の歴史みたいになってます。私の歴史、これ、これ、はい。これを手放す勇気ありますか？ああ、そうですね。なんか、むちゃくちゃ実際怖いです。怖いというか、できるかなっていうふうに思っちゃってるんですけど、うん、ここで手放さないと変わらないんだっていうことが分かったんで、うんうん、やると決めたからには手放したいと思います。はい、じゃあ具体的に何をするかなんですけど、はい、家の中のもの、はい、半分、半分、1週間で、え1週間で、え、まだいつまで持ってるつもり？いやいやいや、はい、いつまで安い景品のものやるんですか？いやいや、はい、そうですね、うん、1週間で、はい、できます。次の燃えるゴミの日ちょっと考えてました。はい、次の燃えるゴミの日いつですか？何曜日？土曜日です。今週の土曜日？あ、今週土曜で、次が火曜日。あ、ということは土曜にも捨てて、はい、火曜にも捨てるってことですよね。そうですね。これ本気でもう猛スピードでやってほしいんですよ。できそうですか？やります。本当にやります？なんかもう、うん、メルカリでとか考えてたんですけど、だからそれが貧乏さ、うん、だからそれが景品の女の考えることだ。そうですね、わかりました、うん、もう、うん、子供の分を含めて、サイズアウトしたものだとか、うん、いつかいつかって思ってた、まず服を今思い出したので、うんうん、食器含めて、うん、それをなんとかします、うん。まずその思い浮かんで、あ、もうこれいらないなって思ったものを手放す。でね、やっぱり手放すときに、ってなるはずなんです、ね。なります。はい、もうなってます。もうなってんの？なんか、いろいろ、あれもこれも、でもーとか、うん、でもーってなって、そうやろ。これが過去が引っ張ってるってことなんです。あー、はい。このからくりを分かっていただきたいですね。全部、って迷ったら過去は引っ張ってます。あー。ただそれだけ。でも、自分がもし理想の自分であるとしたら、どんな感じ？人に言われたことですけど、うん、お前なら1億いけるって言ってくれた人がいたんで、うん、そんな感じで。あが。全然あかん。そうじゃなくて、ご自身の中で、ご自身の中で、うん、いや、こんな女性になったらめっちゃおもろいな、私の人生って、ちょっと想像して。はい。想像ですか？うん。はい。いいよ、赤いお洋服でもいいし、そうじゃなくてもいいんだけど。はい。うん。はい。どう？どんな感じ？表情とか。多分、私が目指してる姿も、それこそ、堂々としてて、うん、凛としていて、うん、っていう感じが
いいので、うん、はい、どんなお洋服着てるんですか。洋服明るい服ですね。でもですよね、はい、明るいお洋服着てて、はい、よく凛としてて、はい、もうなんかお金もどうありそうこの人。あ、絶対なくはないです。あれあるありますよね。あるある。でスミさんが想像していただけると思うんですよ、はい、うん、はい、このご自身が今お家の中にあるものを持ってるのかってこの判断なんですよ。あ、絶対ないです。ないよな。まずその洋服から背中からな。そうですね、うん、ちょっと、はい、今のがとて、はい、もうすぐおさらばします、うんうん、そうやね、今日帰ったらもうすぐせやがるんですよ。はい、そうですね。なんか基準はこっち。はい。もう最高の自分、経済的にも豊かだし、すごい楽しい人生を送ってる自分っていうのを想像できるはずなんですよ。あー、なんか分かってきました。分かってきた？分かってきた、分かってきた。分かってきましたよね、はい。今ちょっとワクワクしてますよね。そうですね。こっちにフォーカスするっていうか。そう。そっちに合わせに行くみたいな。そういうこと、そういうこと。はい、この自分にを下ろすんです。はい。で、家の中のを見てください。はい。え、全部ガラクタちゃうって。ああ、はい、はい。なります、なります。なりますよね。なります。これなんです。わかりました。これが基準。はい。だから、半分捨てれないっていう方は、その基準持ってないんで捨てれないです。ああ、はい。うん。わかりました。わかりました。わかりました、わかりました。はい。ということは、スミさんが具体的にまずやることは、ものをまず半分する。はい。一週間以内に。はい。はい。これできそうですか？やります、はい、やるんですか。できま す, やります。本当にやるんですか。半分にしてみせます。半分にしてみせるんですね。はい、はい、では期待しております。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、はい、スミさん今日はお疲れ様でございました。お疲れ様でした。実際話してみていかがでしたか。自分が思ってたことを言語化してくださったのですっきりしたっていうことと、あと自分の汚い部屋、あとてんこ盛りの安い服をもう想像せざるを得なかったので早く捨てたいっていう気持ちになりました。確かの半分捨てるお約束をされていましたが、はい、あれはできそうですか。いや、やる気はないって感じですね。あ、すごい。はい、半分50袋って言われたんで50袋目指してやります。はい、じゃあこれから捨て活頑張ってください。はい、わかりました。応援しております。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました、はい、今日は失礼いたします。はい、失礼します。これからもこのチャンネルではスミさんの人生好転を応援していきたいと思う。Babe, start thinking.